ウォーデンはアメリカ海軍の駆逐艦。トラクスタン級駆逐艦の3番艦。艦名はジョニエル・ウォーデン帝徳にちなむ。ウォーデンは1899年11月13日にメリーランド州スパローズポイントのメリーランド鉄鋼会社で寄港した。1901年8月15日にダニエル・ F ・ウォーデン夫人によって命名、浸水し、 1903年3月17日に、艦長ベンジャミンビー・マコーミック隊の指揮下就役した。ウォーデンは7月18日に研修完了試験に合格し、バージニア州ノーフォークを拠点として、第2水雷召艦隊との任務を開始した。その後4年以上同艦隊と共に南は、メイン州、カリブ海、メキシコ湾から、東海岸沿いに、作戦活動に従事した。 ウォーデンは毎年カリブ海で行われた艦隊演習に参加した。1907年11月18日にウォーデンはノーフォーク海軍交渉で予備役となる。予備役水雷小艦隊の一隻としてウォーデンは当初ノーフォークに係留され、その後サンスカロライナ州チャールストンで係留された。1909年5月から11月までの間、現役復帰した以外は、 ウォーデンは1912年まで予備役のまま保管された。予備役の間にペンシルベニア海軍民兵の訓練任務に対応、フィラデルフィアに配置され、翌年再び予備役水雷召艦隊の一席としてチャールストンで保管された。1914年には数回大西洋艦隊潜水艦部隊の母艦任務に従事し、 その後も、潜水艦の支援活動に、従事、1917年3月に、ニューヨークに移動し、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するのに先立って、新兵募集キャンペーンに関する特殊任務に従事した。6月にオーデンは、駆逐艦部隊 B 分艦隊に配属された。しかしながら、ニューヨークでの新兵募集任務を年末まで継続した。 1918年1月16日にウォーデンは、ホプキンス、マクドノー、ボール・ジョーンズ、スチュワートと共に、ヨーロッパでの任務に出航した。艦隊は、バミューダを経由して、アゾレス諸島のポンタ・デルガダへ向かい、1月29日に到着した。同地で、ウォーデンとスチュワートは、他の3隻と共に2月4日に出航し、フランスの沿岸に向かった。 艦隊は9日にブレストに到着、間もなく沿岸での護衛任務及び U ボートの探索を開始した。第一次世界大戦の残りの9ヶ月でウォーデンはフランス沿岸の港の間を行き来する船団を護衛する厳しいスケジュールを継続した。11月11日の休戦協定成立からおよそ5週間が経過した12月18日、ウォーデンはフラッサー、 スチュワート、ホイップルと共にブレストを出港、帰国の音に着いた。アゾレス諸島及びバミューダで給油、食料補給を行い、1919年1月3日にフィラデルフィアに到着した。ウォーデンは、その後約6ヶ月間を現役で過ごし、1919年7月13日に退役、9月15日に除籍された。ウォーデンは、 その後1920年1月3日にフィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナー社に商船として回収されるために売却された。ありがとうございます。